紹介していただきました社民党参議院議員福島瑞穂です。お日様がさんさんと照っていますが、こんな中全国から集まって座り込みをやってらっしゃる皆さんに心からの敬意と連帯のご挨拶を差し上げます。今日は沖縄は慰霊の日です。私はよくかりゆしを着ますが、今日は格別の思いを込めてかりゆしを着てまいりました。6月23日沖縄慰霊の日は、沖縄全島が、沖縄すべてが慰霊に包まれます。二度と戦争は嫌だ、地上戦は嫌だ、新基地建設反対、そんな365日24時間戦っている沖縄の戦いと連帯し、まさに国会で日本本土で大きな大きな連帯の輪を作っていこうではありませんか。そして皆さん、95日の歴史上最長の会期の延長が残念ながら昨日決まりました。でもどうでしょうか、私たちは95日間会期を延長したために国民の怒りが高まり、国会の論戦が激しくなり、その結果戦争法案が廃案になり、その中で安倍政権が打倒される、そのことを一緒にやっていこうではありませんか。安倍内閣は8月15日安倍談合閣議決定をしないで個人的見解で出すと言っています。何のためでしょうか。私は今安倍内閣はとにかく戦争法案を9月27日まで成立させることだけを最優先課題にして突き進もうとしていると思います。総理がそうであるならば、私たち国民にも考えがある。95日間いや違う、今日から戦い抜いて戦い抜いて戦い抜いて、国民のみんなの声を集めて安倍政権打倒、そして戦争法案を必ず廃案にしていこうではありませんか。95日間は彼らがこの中で必ず倒れる日にしていこうではありませんか。皆さん、安倍内閣は過去最悪の内閣です。なぜか憲法学者も歴代の内閣法制局長官たちも法律家も弁護士たちも市民も国民もみんな違憲と言っている戦争法案を成立させようとしている。憲法を尊重しない、憲法を守らない、憲法をいくらでも権力者が踏みにじることができるという内閣は人々の敵です。国民の敵です。私たち国民はこんな内閣を絶対に許してはなりません。皆さん、私たちはこんな内閣倒す、やっていきましょう。安倍内閣の支持率 38% に落ちました。皆さん、これから預言者福島瑞穂は言いたい、これから安倍内閣の支持率30、20、10と落ち込んで、憲法違反の法律を成立させる安倍内閣が国民の怒りを買って退陣をしていく、そのことを実現してまいりましょう。必ずそのことは実現できます。必ず国民が勝っていこうではありませんか。そのために大きく大きく輪を広げ、保守的な人も自民党支持の人も公明党支持の人も老若男女みんなに訴えて、変、憲法違反の法律成立させるの変、おかしい、その声を広げて必ずこの内閣を退陣させていきましょう。安倍政権打倒で頑張りましょう。頑張るぞ。いや、頑張りましょう。よろしくお願いします。